爆発まであと10分。列車を動かさないと。あなたはここにいて。いい？分かった。ここで待ってるね。いい子ね。気をつけて。大丈夫よ。で行けそうね。クレア。え？レオン？あなたなの？ああ。だがここはもう持たない。クレア、今すぐ脱出しろ。いいな。脱出路は見つけたわ。きっとなんとかなると思う。あなたはどこ？クレア、聞こえるか？レオン、よく聞こえない。俺に構うな。早く脱出しろ。レオン、レオン。もう、何なの？爆発まであと7分。
ここを出たら何がしたい？クレアの家に行きたい。いいよ。シャワーも浴びたいしね。だね。やだ、匂う？本当だ。クレア。レオン、よかった無事で。大丈夫だって言ったろ。そうね。この子は？彼女はシェリーよ。よろしく。なんだ？今のは？わからない。シェリーお願い、見てくる。そんなんじゃない。出会ったばかりだ。昨夜ね。そう。でも、とんだ初デートになった。ああ、ほんとぶっ飛んでた。見て！乗せてもらえるかもよ。もし広がってたら。シェリーを頼む。シェリー。終わったの？わからない。もしダメでも何とかしよう。俺たちで。ええ、必ずね。3人一緒なら大丈夫だ。行こう。
ねえ、私を養子にして。養子に子犬買おうよ。子犬？オウムも。オウム？ペットが欲しかったけどママが嫌がって。はい、そっか。続いての曲はマンネリの水曜でも元気が湧いてくる。There's two sides to every story. The difference.